メフメットシュクリュサラジオールは、トルコの政治家。第二次世界大戦中の1942年から1946年まで、トルコ共和国首相を務めた。イズミル近郊のオデミシュに生まれる。勤勉で、成績優秀な生徒であり、地元の学校を主席で卒業後、国立行政学院に入学。1909年から、イズミル県庁に勤務。 1911年に統一と新歩委員会に貿易問題の委員として加入。1914年に奨学金を得てベルギーに留学したが8月に第一次世界大戦が勃発して同地が戦場になったためトルコに帰国した。翌年改めて中立国スイスジュネーブの行政学院に留学し4年の留学で優秀な成績を収めた。 1918年、祖国トルコは連合国とムドロス休戦協定を締結し、対戦に敗北した。スイスにいたサラチオールは、トルコ留学生団体の代表としてフランス語でこの協定の不当を批判する講演を行い、オスマン帝国を見限った。イタリア戦でイズミルに密航して帰国し、トルコ革命に参加。1923年に、 トルコ大国民議会の議員に当選した。その後、フェトヒオクヤル内閣で、国民教育省、イスメト、イノニュ内閣で、財務省や法省、レフィクサイダム内閣で外省を歴任した。第二次世界大戦中の1942年、サイダム首相の休止を受け、イノニュ大統領の指名で、第13代首相に就任した。就任演説で、皆さん、我々は、 トルコ人であり、トルコ主義者であり、これからもトルコ主義者であります。我々にとって、トルコ主義とは、地の問題であるのみでなく、信仰や文化の問題でもありますと演説し、民族主義的な政策を施行した。その典型とされるのが、財産税の導入で、中立を保ちつつも、総動員体制をとったため、逼迫する財政を補うため、 ヒムスリムから差別的に挑戦し、従わない者は収容所に送り込んだ。この税は国内外から非民主主義的と非難されている。大戦終結後の1946年、連合国からの圧力、とりわけソ連から東部領土の割譲要求を突きつけられ、8月7日に首相を辞した。その後1950年に、 共和人民党が自由選挙で敗北するまで、大国民議会議長を務めた。イスタンブールにある、サラジオールスタジアム1934年から1950年まで16年に、渡り、イスタンブールのプロサッカークラブ、フェネルバフチェス系総裁を務めた。本拠地スタジアムは1998年の改修に、伴い、フェネルバフチェ宿流サラジオールスタジアムと改称された。 ありがとうございます。